緑の風は2012年から2013年にかけて活動した日本の政党、政治団体である。略称は緑。社会保障と税の一体改革関連法案の可決を受けて民主党を離党した議員3名と先に国民新党を離党した亀井明子の4名の参議院議員によって 参議院の院内会派として2012年7月17日に結成された。参議院が良識の府として機能するために、闘技拘束は前提としていない。透明の緑の風は、一つは環境、脱原発を表現した緑であり、もう一つは55年体制以前に参議院で勢力を持った会派力風会をイメージしている。 緑の政治を掲げて2012年7月に結成された緑の党とは決闘時点では関係ない。ただ、緑の風の谷岡育子は2012年11月に緑の党について同じ緑を掲げる身として一緒に何らかの関係を作ることはできると思うがタイミングが重要だと話しており今後の連携も視野に入れていた。2013年参院選を前に 緑の党側に参院選での共闘を申し入れたが、検討の末緑の党側から断られた。その後、残った、亀石静香、安倍智子両名も、会派を結成せずにそれぞれが、会派無所属として活動し、2013年12月31日に、政治団体を解散した。なお、かつての公式サイトが有していた。 mikaz.jp、e. というドメインは2013年12月に何者かが取得し、2017年9月末現在、大学で政治経済について勉強している者が、緑の風についてまとめたと称した形で、しょっしょにピアノ買い取り業者やリフォーム業者に誘導するリンクが挿入された事実上のアフィリエートサイトとして運営されている。 日本型の共生社会外需依存の経済から内需中心の経済への転換成長よりも分配を重視した経済政策自然資源の保全と活用からお金では測れない自然資源の役割に価値を与え国民全体で自然環境や地域を支える仕組みづくり一人一人が自らを活かせる日本同一価値労働に対する同一賃金の実現 ものを言える日本としての外交強固でしたたかな、外交、第三者的な国際機関の積極的活用、緑の風の四本柱、人と自然が共生する日本の伝統、文化を誇れる社会へ、出展解散時の所属国会議員数2名。ありがとうございます。